私がこの間飲ませたでしょ、はい、あの後も履いてた、あの家着いたらこの周りにいっぱい餌がくっついてたんですよ。難しいね、それ。元気が40、ありますか。はい、ちょっと書くの忘れちゃったんですけど。いいですよ、あるとこだけ。あ、体重は測ってるかね、35.3。少ない。これ夜だよね、下の段。夜です。夜が減っちゃってる。朝になるとちょっと増える。普通客だよね。白すぎて全部あんまり数えれなかったって言って、まあ白すぎてその尿酸がたくさんで白いのしかなかった。あ、うんち、じゃ食べてるうんちが少なかったってことかな。今見たらちょっと、まあ、と飛びますよ、飛びます、飛びます飛びますか、今さ体重35、はい、はい、ライムちゃん、はい、じゃあちょっと見ていきますよ、ライムちゃん、最初に情報もう餌は、まあこの間は 50% だったけど今日は20% ぐらい、うん、少しガスが入ってるね。この間はガスはなかったけどね、 10% ぐらいなんか、いや、ガスっぽいのは入ってましたね。ガスは入ってちゃダメなんですよね、うん、この子前にも薬飲ましたことありましたよね。あります。その時も前は特に何もなかったんですよ。そしたら2つだね。もう入院してしっかり治療しちゃうか、あのもう一つはこの場でできる範囲のことして薬止めて観察する。だって薬飲むと吐くんでしょ。だからここで私が見てる前で吐くんだったらまたちょっと工夫してやることはできるけど、お家ではちょっと難しいですよね。でも今日は吐いてないの本当に。今日はあの朝はあげてないので、あげてない。で、素振りはどうです。どうだった今日は。元気は60で書いてある。朝は元気が良くって、その前の日がちょっと夜とかだから吐いたりすれば余計さ調子悪くなっちゃうんだよね。吐いた後がもう急にしょんぼりしちゃうでしょ。そうです。痛いと噛まないから。ちょっとすいません、抗生照射ください。上げ方が悪いのかなとも思ったんですけど。でもさ、でも私がだってこの間上げたでしょ。上げ、うん、そこでもいいけど、上げ方が悪いわけではないと。60の1分で。今って持ってる。持ってます。あ、持ってます？持ってきました。薬ですよね。薬。持ってきます。ちょっと もう一回私上げていいですか？上げてちょっと待ち合いで待っとってもらっていいですか？うん、10分ぐらい。それでもう一回見させてください。この間すぐ吐いてました。やるといつもすぐ吐くんです。すぐ吐きます。本当。じゃあ、抗生照射。
これまだいいですね。B も一回飲んでもいいですよね。で今下動いてるからちゃんと飲んでるよね。でもう一回放線するせいません。先に口吹こう。まあちょっとはついだけどそんなにはつかなくて結構上手に飲んでますよね。そんでこれ1本もう一回やりますね。でまあその音、繊維と筋胃と、まあ、ちょっとお腹、これ当てて血流を良くして炎症を沈めますからね。これでこれで入ってます。入ってます。入ってないとダメになっちゃいますんでね。すいません。よいしょ。